うわ、相手ピッチャー肩強っ、背もめちゃめちゃでけえし、今日やべえなこれ。え、アンダースロー、あいつ長所何も生かしてねえじゃん、めちゃめちゃ南東派だし。打たれすぎて辞表出すやつ。はい、失礼します。どうした？少し相談があるんですけど。ほう。最近ちょっと調子が上がらなくて。まあそうだな。バッティングとかどうのこうとかいうレベルの話じゃないと思うんで。もうちょっとこれ受け取ってください。辞表？いやいや、受け取れないぞ。いや、お願いします。辞表って？すいません、僕もここでやっていく自信がないので、やめさせていただきます。せめてタイム届けとか。いや、やっぱきちんとした形でやめたいので、今回辞表の形を取りさせていただきました。今までありがとうございました。辞表の形ってなんだよ。失礼します。もう来ないのかお前。ありがとうございました。おい、辞表って。ありがとうございました。退部届だろせめて。選手交代のタイミングで委任状渡すやつ。一番選手交代です。あ、選手交代。はい、セカンドが交代します。はい、あ、わかりました。で、一応これはセカンドのやつから委任状預かってきてるんで。委任状？はい、一応これ読んでいただいて。うん、わかった。あ、大丈夫ですか、もう言っちゃって。あ、いいよいいよ、いいよ、言うだけでいいよ、普通に。なんか見ない、いらない、いらない、いらない、いいっすか、いらないよ。よし。うん、委任状って、お前審判人生50年で初めてもらったよ。ユニフォームのデザインを勝手に変えようとするやつ。うん、どうしたの？もうさ、俺らってさ、ユニフォーム試合もこれやん。おう、確かに冷静に意味わかんなくね。おお、確かにあんまないか、真っ白。練習がこれはまだわかるんだけど、うん、試合で真っ白って見たことねえだろ。でももう先輩の代からこれだからな。なんかちょっとさ、俺さ、あまりにダセえからさ、ユニフォーム案今考えてて。ユニフォーム案？ああ、自分でデザインしたんだよね。デザイン？そんなんやっていいの？まあ、ちょ、監督にはまだ聞いてないんだけど、うん、これさすがにダセーだろ。まあ確かに、もうちょいなんかね、なんかあるかなと思ったけど。ちょっと1個案考えてて、うん、もうちょっとサンプル発注して届いてんだよね。マジして？うん、見る。どう？めっちゃかっこいいじゃん。うん、かっこいいよな。これでいけると思うんだけどな。ちょっとまだもうちょっとデザインしてみるわ。だいぶ変わるぞ。うん、俺甲子園出るよりさ、やっぱデザイン学びてえから。そうなんだ。うん、新入生に入学祝い配るやつ。あ、先輩、おはようございます。おいす。あ、新入生。あ、はい、そうです。あ、よかった。おめでとう。え、な、なんすか？え、3万。え、なんすか？なんすか？いや、入学祝い。入学祝い？うん、え、はい、1年生でしょ。あ、はい。いや、入学祝い、取っとけ、取っとけ。え、3万ももらえるんすか？いやいや、チームでとかじゃなくて、あくまで俺からの気持ちだから。本当すか？全員配ってるんすか？はい、まあまあ、一応な、一応な。よろしくな、これから。あ、よろしくお願いします。よろしく。しまっとけ。すごい大富豪じゃん、すごい。部活終わりに居酒屋行くやつ。えい、お疲れ。おお、お疲れ。今日さ、この後時間ある？ああ、悪い、ちょっと予定あるわ。え、なんで？みんなでコンビニ行こうぜ。コンビニか。俺らのいつものメンツでさ、居酒屋行こうかなと思って。居酒屋？逆に来ない？来たことないっしょ、そういえば。いや、つい行かねえだろ。全然、あの駅前のさ、庄屋。庄屋とか入れねえだろ。入れる入れる、店長仲良くて。え？いや、マジで、あの、もしあんま金なかったらお通しなしとかも俺が言えばできるからさ。お前酒飲むの？いや、あの、オレンジジュースで一杯だけ。オレンジジュース？いや、コンビニでいいだろ。ウーロン茶でもいいから。いや、高えじゃん。飯食おうぜ、飯食おうぜ。いや、コンビニでいいだろ。いいよいいよ。じゃあ、俺らちょっと庄屋行きてえから、ちょ、また誘うわ。ちょ、時間予約しちゃってっから、4人で。お疲れ。いねえよ、そんなやつ。
部活中にウーバーイーツ頼むやつ。あれゆうや、お前飯食ってねえの？ああちょっと今まだまだだ。まだ？あんまお腹空いてない？いやめちゃめちゃ減ってるよ。練習きつかったじゃん。午前食えばいいじゃん。じゃあちょ今まだないんだよね。買い忘れた？いやいや買ったよ。全然全然買ったけど。どういうこと？え普通ウーバーイーツだ。ウーバーイーツ、うん、だってここ学校だぞ。関係ねえだろ。ウーバーイーツどこでも持ってきてくれるよ。いや野球の練習でウーバーイーツ食ってんの聞いたことないけど。いや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 、だってやっぱ持ってくるのとかさ、用意するのめんどくさいじゃん。ウーバーイーツは頼んだらすぐ来るから、あと3分ぐらい。あ、そうなの。うん。入場曲をクラシックにするやつ。いやマジ何にしようかね。あ、まさ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 、うん、ベンチ入りのメンバーのさ、うん、入場曲何するか決めた？あー今迷ってんだよね。決めた？俺ね、ちょっとドカンにしようかなと。うわーいいな、めっちゃ盛り上がるね。あ、何がいいの？例えば今迷ってんのか。モーツァルトとか。モーツァルト、うん、いない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 、そんなのね。 いない。結局あれって打席入るときに集中するじゃん。モーツァルトってもうそういうエビデンス出てるらしいよ。マジで、そういう証拠が出てんだって、集中力が高まる。いやでもなんか盛り上がらなくね、クラシック。いや、まあ、そこは、うん、まあ、アレンジ加えてもらってもいいんだけど、うん、やっぱあの波長調とかあの辺のがいいらしい。いやちょっと分かんないもん。いや俺も分かんねえんだけど、うん、なんかあれが脳のなんかアルファ波的なやつにやって、うん、もうめっちゃだから打てるようになるらしいよ。本当か？知らんけど。いやベートーベンとだから張ってんだよね、モーツァルトにしようか。個人的にはでもモーツァルトかなっていう、うん、まあ、そんな感じで、うん、ドカンいいじゃん、うん、まあ、また一球ごとにメモ取るやつ。すいません、タイムお願いします。ありがとうございます。あのピッチャースライダーエグいぞ。ああマジ、なんかタイムめっちゃかけたけど、それは一応思ったことメモ取ってた。メモ？メモ取るだろ普通。いや打席終わってからでいいだろ。いやお前一球一球取らないとその時何があったかちゃんと書けねえだろ。怒られないの？いやお前取ってねえの。いや取ってない。取れよ、野球慣れてんだろ。いや一球一球取れよ、タイムかけてる。一球一球取るの聞いたことないけどな。お前そんな常識にとらわれるんじゃねえよ。普通取るんだよ、こっちが普通だから。そうなんだ。当たり前だろ、野球なめんなよお前。やり直します。ちょっとさ